皆さんこんにちは。四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日のテーマはこちら、じゃじゃん。我らが伸びゆく四日市です。四日市で育った方ならもう誰もが知っている社会教材です。これについて皆さんにお伝えをしたいと思います。ではこの伸びゆく四日市がどう変わっていくのか、先に答え言っちゃいますけど、電子化されます。デジタル教科書化されるってことで、今年度令和3年度から伸びゆく四日市がデジタル化されています。なぜデジタル化されていくのかっていうと、一つにギガスクール構想、一人一台タブレット端末が配布されたことによります。そしてそこから見る四日市市の ICT にどう取り組んでいるのか、今日はお伝えをしていきたいと思います。ということで今日の目次です。一つ目、伸びゆく四日市がデジタル化されてどう変わるのか。そして2つ目、ギガスクール構想による一人一台タブレット端末の配布について。そして3つ目、四日市の小中学校における ICT 教育の現状について。そして4つ目、まとめになります。では1つ目、伸びゆく四日市がデジタル化されてどう変わるのかってことなんですけども、ただ全てデジタル化されるわけでなくて、同じくしてですね、きちんと本も配られておりますので、デジタル化と本、まあ紙媒体併用して使っていくということになります。伸びゆく四日市、本当ね、懐かしいなと思っていろいろこう見ていくと、最近ではこういった QR コードも新たに掲載されてまして、 QR コードを読み取るとより詳しい映像が流れるということになっています。では2つ目、ギガスクール構想による一人一台タブレット端末の配布についてですが、四日市市ではもうすでにこの令和3年度、この4月にですね、全ての小中学校生徒一人一台タブレット端末の配布が終わっております。しかも校舎そして体育館を含めて高速インターネットの環境整備っていうのもすでに整っているっていうのは現状です。もしかしたらね、これだけを聞くと、あれ、四日市市 ICT 教育進んでるやんってね、思われる方いるかもしれませんが、ただタブレット端末を配布した、校舎や体育館にインターネットの環境を整えた、これだけでは決して ICT 教育が進んでいるというのはいかがなものかと思います。いかに活用していくのか、どのように今後使いこなしていくのか、そういったところが大事になってくるんだろうと思います。6月の定例月議会の一般質問の場において、教育庁に対してこのタブレットの活用どうしていくんだと、マストアイテムとして考えていくなら持ち帰りをもっと推進していくべきじゃないかってこともね、教育庁に尋ねさせていただきました。それはなぜかっていうと、四日市もね、 ICT 活用ガイドっていうのをね作っていて、この中にはね、タブレット端末は鉛筆とか消しゴムと同じようにマストアイテムとしていつでも使える時に使える環境にしておくということも謳っておりますので、ぜひね、持ち帰りをしながら鉛筆や消しゴムと同じように使いたい時に使えるようにタブレット端末は持ち帰るべきだということをね、伝えさせていただきました。1学期の間はほとんど持ち帰ってくることはなかったんですけども、夏休みは小中学校一斉持ち帰りということで、全ての生徒が持ち帰りをしております。また2学期以降においても、ね、さらに持ち帰る日を増やしていくということで、教育庁にも思いが理解していただけたのかと思っております。ですのでね、この夏休み、うちの子どもたちもタブレット端末持ち帰ってきてますので、どうやって使ってるのかなっていうのをね、興味本位にいろいろ見ているんですけども、ぜひ皆さんもね、ご家庭で子どもたちがどうやってタブレット端末を使ってるのかっていうのをね、見ていただければと思います。続いて3つ目、四日市の小中学校における ICT 教育の現状と、今後についてです。先ほどもお伝えしたように、すでに生徒1人1台のタブレット端末配布が終わっております。しかも教室や体育館におけるインターネット環境っていうのもすでに終わっている状態です。今後はですね、こういった環境を生かしていかに ICT 教育を活用していくのかが課題になってくるんではないでしょうか。現状として指導者用のデジタル教科書もすでにほとんどの教科で進められておりますし、
公務支援システムって言ってね、あの先生たちが連携していく、そういったところはもうすでに ICT 化されておりますので、先生たちだけではなくて生徒たちによる ICT 教育を進めていく必要があろうかと思います。学校におけるタブレット端末の活用、まあこの使い道なんですけど、この使い道なんて無限にあろうかと思います。実はあの私もこの一般質問でいろいろと提案をさせていただきましたので、少しねそれも紹介をさせていただきたいと思います。他の市町ではもうすでにやっていることを、一つ目がですね、あの北名古屋市、まあ、タブレットを使ってプロのダンサーの方が、実演をしたものをですね、それぞれの学校でタブレット端末を通じてプロのダンサーの演技っていうんですかね、ダンスを見てダンスの授業を学ぶという、このような活用もしていました。あとですね、まあこれ東京都港区においては、もうすでにデジタル教科書の活用をしていったりとか、あと自動翻訳機機能の活用もされておりましたし、またこれね、保護者にとってはありがたいんですけども、家庭への配布物、電子化、あとはあの保護者説明会のオンライン化、今検討されている中では、保護者懇談会、三者面談とかですね、こういったものをオンラインでやっていく取り組み、まあ、こういった様々にですね、全国ではもうすでにタブレット端末を活用した ICT 教育の取り組みっていうものを進めておりますので、ぜひ参考にしながら積極的に四日市市とも取り組んでいく必要があろうかと思います。では最後まとめになります。本日の動画でですね、四日市で育った方なら誰もが知っているこの伸びゆく四日市がですね、デジタル教科書化されていますよっていうことをお伝えをさせていただきました。それに伴いまして、四日市市ではね、すでに生徒一人一台タブレット端末が配布されておりまして、そしてそんな中、今後のね、小中学校における ICT 教育、どうなっていくのかなっていうところを合わせてお伝えをさせていただきました。まあ、タブレット端末、まあ、一人一台配布は、全国ギガスクール構想の一環として進められておりますので、四日市のみならず、全国の小中学校で、大型タブレット端末が配布がされております。ということは、この令和3年度がタブレット端末が一斉にスタートした年になりますので、四日市市がこれから全国において、どういう位置で、このタブレット端末、ICT 教育を進めていくのかというところも、ね、大きな課題になってくるかと思いますので、全国一斉にスタートしてますので、四日市としても ICT 教育に遅れを取ることなく、なんなら先頭を走るぐらいの積極的な活用を、ね、進めていただきたいなっていう思いもあるんです。というのも、ね、今の子どもたちを見ていると、もう私たちが小中学校を過ごしてきた時から多くの環境が変わっていると思うんですよ。うちの子もそうなんですけど、もうほんと日頃からタブレット端末で YouTube を見たりとか、また親の携帯を使って見たりとか、 ICT には本当に長けている、普段から接しやすい環境かと思いますので、こういったタブレット端末を使いながら、より ICT に親しみながら教育に入っていくということもね、大事かと思いますので、ぜひ今の時代に合った教育、しっかりと目線を当てていくべきかと私は思っているんです。とはいえですね、現場で教える先生方っていうのはね、本当に大変かと思います。先生たちの負担っていうのもね、増えるかと思うんですが、先生たちも負担軽減につながるっていうところも少なからずあろうかと思いますので、 ICT 教育っていうものをね、積極的に取り入れていただきながら、先生方も一緒になって学んでいく環境っていうのを作っていく必要があろうかと思います。四日市市がこれから ICT 教育でね、全国の先頭を走っていけるように、私もしっかりと後押しをしていきたいと思いますので、皆さんからもご意見等ございましたら、ぜひ教えていただければと思います。本日の動画はこれまでとなります。ありがとうございました。オリンピック開催、前回の答え4番のそうでした。問題だな。東京2020パラリンピックのマスコットキャラクターの名前は？答えは次の動画でね。コロナに気をつけよう。3 2 1 play。